うそもおごりんです。本日もスプラトゥーン3でかくれんぼやっていこうと思います。今回やるのはね、なんか大好評だった住所特定かくれんぼやっていこうかなと思います。ルールは前回の動画と同じものを使用します。こちらをご覧ください。どうぞ。荷物を届けろ住所特定ゲームということでね、こちらクリスマスかくれんぼをやった時に思いついたルールです。まず配達員側、鬼側のルールですね。前回のクリスマスかくれんぼのようにアサリを7個持ちます。そして北斎で真ん中を走りながら、指定された住所のところにアサリを投げて荷物を届けようということですね。ちなみに今回は7個投げ切ってしまうと失格ということなので補充できないということですね。続いて隠れ側、まず本番前に3分間の散歩の時間が与えられます。その3分の間にどこに隠れるか、そして住所を自分で考えて作ってもらいます。で、まあ残りは普通の隠れんぼと同じように隠れてもらって、残り3分だったら住所を公開しようということですね。皆さん頑張って住所を作ってください。ほら行きましょう。どうぞ。はい、というわけでルールいかがだったでしょうか。皆さんにはね、散歩であらかじめ決めていただきました。このステージも結構ね、いろんなオブジェクトがあるんで、ほらこのゴミ箱とか、ここにポスターもあるんですよね。だから結構住所決めやすいんじゃないかなと思います。いやー、どんな住所来るんやろうね。前回のも面白かったからね、いろいろ心の中町とかすごかったくない。今回もそういうのがあるかもしれないですね。楽しみに待っていきましょう。さあ、というわけで間もなくスタートとなります。住所届くんでしょうか。オカリン配達員頑張ります。始まりました。始まりましたけれども、来ました。天美市オレンジ木より町スプリンクラー1丁目天美術大学青色リス川ニンニク町ビーコン1丁目天美術大学インクレール市パブロの跡地3丁目4人目がなかなか来ませんということで、まずはオレンジ木より町スプリンクラー1丁目行きましょうか。オレンジ木より町、まあ、ちょっと分かりやすいね。あっちの木は緑木より町なんで、あれじゃなくて、あれオレンジの木なくね。え、待てよ。とりあえず、スプリンクラー1丁目やから多分スプリンクラーこれあんのよ。オレンジの木はなくないか。え、これなんかな。スプリンクラー1丁目やから多分ここら辺に、いや違うか、こっちかな。はい、違うな。ここのことじゃないんかな。ちょっともう一個の方いきます。天美術大学青色リス地なんで俺の方やな。でリスニンニク町ビーコン1丁目なんで、あ、多分ここだな。これは分かりやすいんじゃないか。あれ、はい、あれえ違うの。ちょっと待って、違うの。あ、1個取っちゃった、すいません。1個取っちゃったんで捨てます。上か、上のここか。はい、きた。よしよしよし、1個達成しました。1個達成、 OK。 ほんで、最後4人目、天美術大学しましま町夢の中3丁目しましま町夢の中3丁目ってどういうこと。あ、これか、これか、しましま町だ。しましま町があるぞ。で、夢の中3丁目夢の中、夢の中ってどういうこと。待てよ、夢の中、あと1分しかない。とりあえずこう投げてみるか。あ、わ、違う、もう残り1個しかないんですけどちょっともうどうしよう。夢の中ってどういうことや。ここか。あ、ちゃうな失敗しました。オカリン首です。首なんですけど、ちょっとせっかくなんで謎解き続けていきます。はい、謎解き続けていきます。続いて天美術大学インクレール市パブロの跡地3丁目インクレール市パブロの跡地3丁目これだな。はい、違うの、違うの。インクレール市パブロの跡地3丁目やろ。こっちのインクレールじゃないんか。こっちのインクレールじゃないとしたらここか。1、2、3、え、こっちか。え、あ、こっち、これ、これか。来たーよっしゃー、はい、よっしゃー、2人目。ほんで、しましま町夢の中3丁目ってどういうことや。夢の中、
夢の中、え？夢の中やろ。どう夢なん？どこに読んで夢の中ってどういうことやで。ちょっとこれスッキリせな、これあかんで。これスッキリしたいで俺。どこにいるんこれは。島島町夢の中やろ。え？ちょマジこれわからん。これわからんから後にするわ。オレンジ木折り町スプリンクラー一丁目、絶対これやね。オレンジ木折り町、オレンジに塗れ。ほんなら、オレンジに塗らんかーい。ほい。ほい。あ、ここ、あ、ここか。そっちかー。そこにおったんかー。さあ、というわけで、あとは夢や。さあ、というわけで、あとは、島町、夢の中や。どこにおんね、夢の中。夢の中、わからんぞ。ここなん。ここ、夢の中なん。いまいちわからんなー、お嬢ちゃんなー。ちょっと住所わかりづらいで、おじさん困ってもうたで、なあ、ほらあかんわ、ほらあ。さあ続いて後半戦、隠れ場所探しやっていきましょう。ちょっと今回はね、オカリン地面に絵を描こうかな思ってパブロを持ってきました。はい、まあ、結構広いんで、この左のこの土地を使って、ここ来れるかな？ここ来れるな。じゃあここにね、こう、星を描こうかな思うんですよ。そう。で、このオレンジバルーンよりし、星降り町三丁目みたいな、ちょっとおしゃれじゃないですか。だからちょっと星降り町を描きたいんですよ。なので、ここに星を三つ描いて、いや、星降り町二丁目にするか。はい、これ星3つ書いて、これ星ってわかるかな、うん、星3つ書いて真ん中に隠れて、さあみんなどこに隠れるんでしょう。あ、この棒いいね、うん、この棒に隠れそうだね、みんちゃんは。オッケーオッケー。ほんでボムは、あ、このお店お寿司や、お寿司。お寿司あるやん。こんなとこにそんなんあったんや。ポムいいじゃん。はい、というわけで住所決め終了です。本番いきましょう。それでは後半戦、スメーシーワールドいきます。いやー、地面に絵描く系はね、みんなに塗りつぶされへんか不安なんよな。あ、オレンジちゃうやん、オレンジちゃいますやん。ちょ待って待って待って、水色風船紙やんこれ。なるほど、色変わるんね。了解了解。せやから私はここに描くんで邪魔しないでくださいね。はい、オレンジ、オレンジじゃない、水色風船、星降り場。星かこれ、ワンチャン星じゃないかも。下手くそすぎる。二つ目の星だけは綺麗に描きたい。よしよしよし、これいいでしょ、これいいでしょ、これは綺麗な星だ。そして最後ここに三つ目の星を描いて、これ三丁目ね。オッケー。あ、ここの受付員のおじさんとかいいやんな。受付員のおじさんめっちゃいいやん。よし、時間ギリギリやな。時間ギリギリなんで帰ります。急げー。はい、自分のお家帰ってきました。あとは荷物が届くのを待つだけです。行きましょう。はい、送信、送信しました。始まりましたよ。まず私が水色風船紙、星降り町2丁目、そしてミンチャ、スメーシーワールド、メリーゴーランド上一本柱町2丁目、そしてポム、スメーシーワールド、水色リスチヨリシ、お寿司屋一丁目。これいいですね。お寿司屋探すのいいですよ。あ、早速来てる。で、もう一人が飛行機アトラクション広場トンネル二丁目ということで。さあ、星降り町二丁目、ここです。星降り町二丁目、ここです。そこじゃない。これ星。これ星やって、それ三丁目や。そう、三丁目。1個目の星分かりづらかったかな。ここにいるよ、ここだよ。どこ投げてんねん。どこ投げ、ここ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 2丁目、これ1個目星これ。ああ、行っちゃったよ、行っちゃった、行っちゃった。嘘でしょ。あ、もう見つかりました。スメーシーワールド飛行機アトラクション広場トンネル2丁目。
達成です。おめでとうございます。さあ、ほんでポムがあそこか。なるほどね。だからリスチ側の、さか水色リスチ側のお寿司屋さんやから、あ、行ってるんじゃない。お寿司屋さん見つけたかな。あ、上から見てるね。鬼上から見てます。さあ、残りのアサリは5つということなんですが、今回結構ね、あの場所だけ見つけ、場所さえ見つけられれば、まあまあいけそうな感じはしてるんですけど、お寿司屋さんとか分かりやすいし。あ、みんちゃさん来ました。メリーゴーランドウェイ一本柱町2丁目。よく2丁目分かりましたね。あのビーコンがあるからかな。はい。ビーコンがあるからなんとか行きました。いやー、ちょっと私も見つけてほしいですね、これ。あ、来たんじゃない？なんか音がするんですけれども。あ、来てる来てる来てる。下にいるよ。下にいますよ。おいで、来て来て来て。そう、2丁目2丁目。2丁目ここ。はい、1丁目過ぎた。1丁目過ぎた。はい、ここ2丁目やな。ここ2丁目やな。なあ、星降り町2丁目ここやん。ほら。あ、ちょ、どう考えても1か3やろ、それ。どう考えても1か3やって。なんでやねん。なんでよ。さあ、ポムさん。ポムさんも行けそうなんですけどね、お寿司屋さん。お寿司屋さんをぜひ見つけてほしい。さあ、残り10秒、どうだ。1丁目が潰されました。2丁目も。2丁目崩壊寸前です。どこ投げてる？どこ。はい、終了です。はい、終了。ここから一応ね、あの謎解き編としてぜひお楽しみください。さあ、また来ましたよ。さあ、2丁目をきれいに避けて、きれいに避けて帰っていた。なんで。あ、来た。また来たよ、また来たよ。あ、イエーイ。なんとか、なんとか見つけてくれました。すいません、こんな辺境な地に住んでて。もうすごい田舎なんですよ。星が綺麗に見えますからね。はい、もうすごい田舎です。いません、もう分かりづらかったでしょう。いやー、さあ残り1つ、残り1つ。ポムよ、もう時間ないよ。ポム時間ないよ。いけるかな。お寿司寄りし、めっちゃ分かりやすいと思うねんけどな、これ。お寿司寄りし、めっちゃ分かりやすいですよ。危ない危ない危ない。あー、当たった当たった。引き逃げた。さあ、間もなく、あ、いけるかいけるか。残り数秒、残り数秒。これはダメか。あ、終わりました。残念。お寿司屋クリアならず。いや、結構良かったんけどね。今回敵側誰もおらんかったんか。というわけで、今日の企画いいと思ってくれたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイビー。